今日はお便りですあなたはなぜ小説家になりたいのかそういうテーマお便り、えー、のおからのお便りです。えっと今日のテーマは「名前を残したいのなら一般文芸の章そんな話をしていきましょう。歴史小小説家康の選択牧長くて 大絶賛発売中小説家鈴木喜一郎の「小説講座放課後ラジオ」<noise> えっと今日は、えっと、イントローでお話しした通り、えっとおりお便りを募集しています「あなたはなぜ小説家になりたいのか」。えっとそのおおまあ鈴木からの質問でお答えの お便りをいただいたので、まあ、その話をしていきましょう。老人エックスという方からです。えっと。まあ、テーマが二つに分かれているので。えっと、二回に分けてお話をしますね。今日は名前を残したいのなら、一般文芸の章。まあ、その話をしていきます。えっと。四月一日のお便り募集、あなたはなぜ小説家になりたいのか。のご質問に回答するため。えー、ペンを取りました。はい、はい。 私の場合はこれは老人 X さんの場合ね一つの道を極めそれで多くの人に、えー、喜んでもら,ってもらいたいというのが動機です。今まで生きてきて組織での労働もしましたが、えー、まあ組織労働では雑用がかり何でも嫌でした何でも興味が湧いてノリがよく興味の湧いたことは次々と手をつけ資格を取りました。その結果、実務に関する広く浅い知識が、 身につきそれで今まで組織を渡ってきました。うん、どんな資格を取ってきたのかな。格、え、格、ー、たる戦果を上げたことがありませんし、組織に号令をかけるような人にもなれませんでした。うん。人生の後半戦はせめて一つの道を極めたという証が欲しいのです。うんうん。そこで書くことが好きなことや 法学,部法学部で学んだことを生かしミステリー小説の作家として後世に名の残る作家になることを決めました。なるほどなるるほほどど具体的には「エドガー・ランポ賞」でデビューを果たし最後はアメリカで最も権威のあるエドガー賞を受賞することを極みとすることを目的としています。えー ええー、蘭方賞を受賞して、江戸川賞を受賞するのはね。なるほど、なるほど。<laughs> えー、このほほほっての笑いは、うん、いいダジャレだよねっていう。えー、そのふふふです。まあ、江戸川蘭方って、元を正せば。あの。 ポーの名前をも自たことところから来てるからねあのペンネームってねまあどうでもいいや、えー、そうそう,そう本題に戻ろうね今年五十九歳になり困難なん道のりになるでしょう,う、えー、っとその極みに達することなく没してしまうかもしれませんが研鑽を積んで一編でも多く後世に残り喜んでもらえる作品人々の記憶に残る作品を書きたいのです まあ後半にまだあの続くんですけどもまあとりあえず今日はここまでで、えーまあ、先に申し,上げ申し上げておくとこうまあ名前を残したいよねっていう,うそういうことを名前を残すために小説家を目指すというまあそういう意図であれば「エドガー・ラン賞」を目指すというのはまあ ととてもいいい選択だと思いますえー、あのねやはり一般文芸「江戸川乱歩賞」というのは一般文芸の中のミステリーの賞なので,で、えっと、一般文芸っていうのはそのまあ,あ、えー、時代小説だとかまあ,あミステリーではない賞あ小説。 えー、時代小説歴史小説の棚がだいたい同じところに並んでると思うのでまあそこに並んでるその章だね。でラノベはラノベでまた棚が別だったり書店自体が別だったりするのでえっ、ー、とこうライトノベルと一般文芸ってかなりその業界慣習って違いますんでねで一般文芸の中には純文学も入るんですけどね ええーまあ。そのライトノベルと一般文芸の一番を1番大きな違いというのは、えっとライトノベルは作品で選ばれるとで、一般文芸というのは著者の名前で名前で選ばれるというそういう大きな違いがあります。まあ、他にもいろんな違いはあるんですけども、もまあ、大きく分けるとそこです。なので。 えー、例えばあラノベだとキノとかあスライムとかレイモとかっていうのはパパッと思いつくけどもえー、っと著者は誰だっけっていうようなまあそういうことっていうのはあるんだけど、えー、小説家の場合だと一般文芸の場合だと小説家の場合って語弊があるな違う違う一般文芸の場合。 一般文芸の場合だと例えば宮部さんだとか例えば東野慶子宮部さんといったら宮部みゆきさんしかいないよねで東野慶子さんだとか不利な赤蛾次郎さんだとか、えー、京太郎さんね西村さんというと京太郎さんと塾香さんがいるので、えー、だとか俺の選択も古いなあ。でえー、凪さんだとかまあ パッといいいろろ思つくわけだでその著者名で「あこの人が書いたものだなら」っていうような形で著者名で選べられるということなのでだからこう名前を残したいっていうことであればまああのー、後世に名を残すって後世に名を,名を残し方っていうのは僕はあまり詳しくはないんだけれどえー。 一応自慢しとこ釣坂教科書は一応名前残るからねまあい,いやいやえっ、ー、と「エドガー・ランプ賞」は自分で応募ができるからねえっ、ー、と直木賞だとか、えー、そうねエドガーあのこのアメリカのエドガー賞だとかさで日本の場合だと、えー、直木賞をだとかあとそうね えー、支持報奨とかあ、まあ、そういう,あのそう,そう文化功労者とかそういうのだとうん、自分で選べないんだよね応募することができないしまず土俵にも上がらないしある日突然電話がかかってきてで候補になりましたどうしますっていう電話がかかってくるっていうまあそういう具合なのでね。 ただ「江戸川乱歩賞」というのは自分でとにかく自分で土俵に上がれるからねっていうことはあります。で59歳ということで、ね、59歳っていうのは、うん、まあ,あの一般文芸のミステリーとしては早くはないけれど手遅れというほどではないいいですただだちょっと急いだ方がい,いです。 えーと江戸川乱歩賞というのは名前が通った賞で受賞すると確かにあのそれなりに扱ってもらえるけれどやはり所詮新人賞ではあるので新人賞の中で特別な扱いを受けることであってあくまでもスタートラインということには違いないので早いいととと受賞してそここから次のステップに進むということが重要で,すで具体的にじゃあ何をやったらいいかというと。 おその老人クスさんが何をやったらいいかというとお、えー、まだ、えー、書,いてお書き上げておられないということなのでさっさとまず書き上げてお応募してしまうそれからとおそれからあそれと合わせてサクッとどっかの小説講座に通うということを強くお勧め,めします。えー、とおー これが、うん、老人 X さんがね三十、えー、代20代30代だったら試行錯誤をするっていうこともまあ大事かなとは思うんですけどもやはりこう、うん、手遅れではないけれど早くはない年なのでその試行錯誤が許される年齢ではないということはあります。なので、 えーまあ、小説講座に通うとねそのこう要は効率がいいんですよ10年20年かかるものがあの小説講座に通えば3年ぐらいで受賞できるっていうこともまあまああることなので、ね、基本的にまずそのおここの勉強からやりましょうとか登場人物の履歴書を作りましょうとか自分の作品がどのぐらいの。 の水準にあるのかということを独学ではやはり難しいのでね。であともう一つこう冷酷なようだけれども勉強の効率が上がるということは自分の実力と可能性を早々に思い知らされるということでもあるのでそこら辺はご注意することが重要です。 ね新人賞の受賞というのはあ今のところさほど困難なことではないので、えー、こう何もわざわざ自分から困難にしていく必要はないので小説講座に通いいましょうねというねととこです重要なのは困難に酔わない情熱に甘えないそんなことが大事です。 えこの番組へのお便りご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。えー、鈴木貴一郎小説講座では随時受講生を募集しています。概要欄からアクセスしてください。というところで今日の小説家小説家鈴木貴一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは。<noise>